南戦国際難民事務所は国際連盟によって1930年に設立された戦地からの難民を国際的に担当していた機関である。無国籍の難民に対し国家間の移動を可能にする南戦パスポートを発行していたことで知られる。1938年にノーベル平和賞を受賞した。南戦国際難民事務所は1922年から フリチョフ南線がスイスジュネーブで行っていた国際的な難民支援活動を引き継ぐために1930年の南線の死の直後に国際連盟によって設立された。連盟は南線事務所の管理費も提供していたが福祉と救済のための収入は個人の寄付から得ていたため南線パスポートは手数料のみで提供されていた。活動は人道的物資援助。 難民保護に関する国際的取り決めの実施の監視に限定されていた。また、対象は1930年以前の難民に限定された。そのため、第三帝国や内戦で荒廃したスペインからの難民には、難戦事務所の援助は適用されなかったが、多くの国がその難民の受け入れを拒否していた。このような問題があったにもかかわらず、1938年には、 その活動が評価されて、ノーベル平和賞が授与された。ただし、同年に、南戦国際難民事務所はドイツ、難民高等弁務官事務所と統合されて、国際連盟難民高等弁務官事務所となっており、賞を受け取ったのは、難民高等弁務官事務所だった。1933年の難民条約が14、各国で採択されたのは、南戦事務所のおかげである。 この条約は、ささやかな人権継承であった。南線事務所は、4万人のアルメニア人をシリアと、レバノンの村に特別に建てられた家に避難させることに、尽力し、さらに1万人をエレバンに再定住させた。南線事務所は、1935年以降、パラグアイのザール難民の定住を成功させる、役割を担った。ありがとうございます。